こんにちは。6月1日はスパイガジェットソレイラの誕生日らしいので記念にちょっとした解説していきます。スパイガジェット系統は火力が低いのでキルを取るのは難しいです。それでもどうしても敵をキルしないと勝てないという場面がよくあります。そこでソレイラの強みであるスプラッシュボムをうまく使っていきたいところ、動画でうまく扱う方法を解説していきます。まずはこれ。スローにして解説します。味方のキャンプが前に出ているので援護に向かいます。ここでブラの爆風が見えたのでおそらくキャンプをめくりに来ると予測します。キャンプの逆側にボムを置いてタイローたち、さらにメインで進路も塗っておきます。そして敵は逃げ場がなくなりボムでやられます。ボムとメインの挟み撃ちが基本戦法です。ボムは第二の自分と考えれば扱い方が分かってくる技です。もう一つ、周りの状況をよく確認するとボムの命中率がアップするという話。動画ではバケツなんですが解説できそうなので採用。これもスローで。まずここでミサイルに捕捉されて位置バレします。相手がおそらく追いかけてくるので注意しておきます。ここで敵インクが少し降ってきたので降りてくると判断し左に進みます。足場を確保したら降りてきそうな位置にボムを置いておきます。予想通りこちらを狙ってきたのでうまくボムを踏ませることができました。自分の置かれた状況を理解していればボムを投げるべき場所がわかります。次はよくあるシチュエーションでのボムの踏ませ方を解説します。ちなみに北極島のスパソレはかなり強いです。スローで動きの確認をします。まずここで硬直の大きいエクスが見えたので、スフィアが溜まっていることを確認して詰めます。エクスはこちらを攻撃してくるので、その足元にボムを置くことで硬直狩りができます。足元を取られたのでスフィアで身を守りつつ、人数有利なので前に出ます。壊れそうなので早めに起爆。ここで着地が見えましたが枯れるタイミングではないので、着地の後隙を狙って投げます。ダメージを受け一旦引きますが、うまく刺さりました。これは索敵中です。縄張りなので少し塗ります。ここでスポンジ付近を塗ろうとしたらローラーが見えたので警戒します。確実にこちらに来るのでスポンジ裏にボムを置いて倒します。このような使い方を覚えておきましょう。スパソレのメインでの打ち合いやスフィアの使い方はまたいつか解説します。ボムキルがまぐれだと思うかもしれませんが、ホッケのような直線と壁の多い捨てでは割と思い通りに当たります。では最後の動画。オートロもボムが強いですね。動画ではたまたま2連投ギアですが弱いので皆さんは使わないようにしましょう。弱い理由もまた今度解説予定。まず1個目のボムで牽制しつつ詰めます。相手はボムがまた飛んでくるとは思わないので攻撃しに来ます。敵のしぶきが見えたのでまた同じ場所にボムを置きます。この場面はキルできなかった時のために相手の射程外にすぐ逃げてから傘を開いています。奥にシールドが見えたので誰かがいると判断し最短に向かってボムで牽制。少し詰めて足場の確保。
スピナーが見えましたが、こちらに気づいているので一旦下がります。そして撃ち終えた時の隙を見てボムを投げ、キルを取ります。取れなかった場合でもスピナーとの接近戦は得意なので積極的に詰めます。2連投が役に立ちましたが、本当は弱いので使わないでください。今回はスパソレのボムについて話しましたが、まだテクニックなどたくさんあるのでいつか動画にすると思います。それではご視聴ありがとうございました。